皆さんこんにちは。仮称ケミガワマサゴスマートインターチェンジの設置に向けた検討状況について情報発信をしている千葉市役所道路計画課です。千葉市では現在国やネクスコ東日本などの関係機関と連携し、東関東自動車道にスマートインターチェンジの設置を検討しています。今回はボリューム4の動画でお知らせした国道357号マサゴ交差点から稲毛浅間神社前交差点の対策について、この度国から対策案が示されましたので皆様にお知らせいたします。なおケミガワマサゴスマートインターチェンジや国道357号の渋滞対策に関するこれまでの説明動画は概要欄から視聴することができますので、ぜひご視聴ください。それでは国から示された国道357号の渋滞対策案についてご説明します。なおこちらの資料は令和4年7月26日に開催された第11回千葉県湾岸地域渋滞ボトルネック検討ワーキンググループの資料となります。まず国道357号の山側市原方面へ向かう車線については、マサゴ交差点から千葉西警察入口交差点の区間においてスマートインターチェンジのオフランプ、つまり東関東自動車道から国道357号へ降りる車線のことですが、こちらから国道に合流する際の車両の錯綜が課題となっておりました。この対策案として現在2車線で共用されている車線を3車線に拡幅することが示され、これにより交通の整流化が期待されます。また千葉西警察入口交差点から稲毛浅間神社前交差点の区間については、オフランプからの流入に伴い交通量が増加することによる渋滞が課題となっておりました。この対策として連続立体により2つの交差点を高架で越える案が示され、これにより渋滞緩和効果の発現が期待されます。一方海側東京方面へ向かう車線については、オンランプ、つまり国道357号から東関東自動車道へ乗る車線のことですが、こちらへ向かう交通量が増加することによる渋滞が課題となっておりました。この対策案としてオンランプ用の車線を拡幅することが示され、これにより渋滞悪化の回避が期待されます。これらの対策につきましては今後本市と国で整備順序や整備時期等について調整してまいります。今回の説明は以上となります。今後引き続きスマートインターチェンジや国道357号の渋滞対策の検討に関する情報を配信していきたいと思いますので、ぜひご視聴ください。ご視聴ありがとうございました。